なんだけどち。間違えちゃった。間違えちゃった。あれ。<laughs> 間違えました。あ、テロップに間違えました。ちょっと待って。<laughs> よし。ちょっとね、仕切り直して。<laughs> 間違えましたね、テロップに書いちゃった。間違えた。それが間違えたわ。よいしょ。明日でしたね。さあ、今なんか、あの、あの、なんだっけ。あれ今、バレンタインメントやってるらしくて。なんだっけ。 えっと、アイコンじゃなくてアバターがもらえるらしいんですよ <laughs> そう明日あの公演でウェルビーアイドル公演なんですけど生誕祭なんですよね嬉しいロンティアウシありがとう皆さん投票してくれましたか今日でえっと 2クール目のファン投票が終わったらしいんですけどちょっと待って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 待待っってて今日はミュウとジョンと練習して帰ってきましたしましたありがとうそう今日はねナバー行って今日は NNB ショップ NNB48 ショップに行って写真を買ってきました あのー、個人写真なんですけど超絶可愛いんと言いましたおいそうだね20時10分くらいかなそうあ虹色の星ありがとうエイジあえなんかクッキー降ってきたやばいやばいやばい,やばい,やばい フェオレハートありがとうちょっと聞いてくださいこれを買ったんですよちょっと顔があんまり可愛くないんですけど <laughs> これを買ったんですけどそうお姉ちゃんと一緒に行って買ってきましたあーなんとなんと私やっとサインしてきましたイエーイ <laughs> やっとサインしましたラフレッ送って…あ、えー、本当にちょっと待ってサトルありがとう振 <laughs> られてませんサインしてきたんですよあのえっと、入って一番奥のところにまだ誰もサインしてないコーナーがあってそこにしてきました そう少ししかお客さんいなかったんでねカフェアレラブレッドありがとうそうこれを買いましたみゾやんありがとうラブレッドそうなんですよそうなんですよ今回の写真はなんか全部笑ってるね <laughs> 全部笑っていたわ <laughs> みずやんありがとう写真の子にてか私なんだ実はそう買い,買いましたあのまだ七期生太も誰もサインしてないんですけどぜひね明日生誕祭もあるので T シャツが明日星探 T シャツ明日発売するらしいんでぜひ ま,またねちょっと待って聞いてちょっと聞いて聞いて,聞いて私が今日見に行ったんですよこの写真を買いにそしたら「ラ・ラオ・オー・ナナキシカ」ありがとうラブレターこの写真を買いに行ったらユナとアイカだけ売り切れてたんですよまた売れ残ってた <laughs> ぜひゲットしてみてください <laughs> セータンティーと共にまだ持ってないよって方は売り切れていたのでねあ売り切れてないです違います <laughs> なんだっけ売れ残っていたのってなねうん売れ残る気がすごい <laughs> 在庫全部とか言って いやーでもゆなとあいかは売り切れてたもん <laughs> しかもねスマホケースを買ってきたんですよじゃーんこじ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 そう今使ってる、えっと、スマホケースがなるちゃんなんですけどそれのこじこじバージョンを買ってきました かわいそうだからとか言わないで小 <laughs> 説をぜひゲットしてくださいイエーイそう買ったんですよまたつけたいなって思いました思いました <laughs> アイピュー女性ファン確かに多いかも こんな受け良さそうこれも安かったです <laughs> あのナンバーの GU に売ってましたこっちの携帯にはサイズが違ったわカフェよりハートありがとう初見さんいらっしゃいそういろいろねちょっと購入してきたんですけども ーー T シャツ可愛いいでも多分直接見た方が可愛いかもしれないなんかうん <laughs> なんか画像で見るとあれってなっちゃってたんだけどでも直接見たら多分そんなにいい感じだと思います私のお気に入りの写真にしました明日チョコあげる あのマネージャーさんとあのジオンがくれるって言ってたのでジオンに買いましたそうほかにももしもらったら買おうかなってあもらったらお返しにねあげようかなと思います生誕ティーだけ買って買い生誕ティー売り切れとかあんのかな作らないかな 今のご時世的にもまず作れないし <laughs> ここオーブンなくてなので作りませんねセータンティーだったらこれからのフロンティア公演とかにももし来てきてくれたら嬉しいですセータンティーってすぐ売り切れるのあ、そうなんだ皆さんゲットしてくださいぜひ私の初めてのセータンティー そうえかわいいんだけどけんけんくまちゃんありがとうなんかバッキュンしてるくまちゃん楽しみ完売してたら教えてね今日いろいろチョコ買ってきましたなのでロケンさんいらっしゃいねもしかしたら下公園で。 生誕って生きてる方がいるかもしれない楽しみだなこんばんはこの時間にやるのも割と久しぶりかもこんばんは今シャさんが来てくれてる もう昨日ね、れいさんのショールームで、みんなで、フロンティアメンバーで配信したんですけど、そう、なんとね、レオパージュが終わって、結果を見た瞬間に6位だったんですよ、もう最下位、やばい、もう <laughs>、もうみんなで1時間ぐらい反省会しました。 悔しいってなっててなそうでもあきさんんさんんささかなさんがめちゃめちゃフロンティアのこと褒めてくれてるって言っててちょっとなんだろう勇気出ました勇気出ました元気出ましたって感じです <laughs> マジで1時間ぐらい <laughs> ちょっといろいろ話してましたね そう。カードゲーム、カーゲーム楽しかった、あれ。そう、まあ、ちゆきさんが言ってたらしくて、あ、ショールームなんだ。そうなんだ。そう、言ってたって、ファンの方が言ってくれて。先輩メンバーもそれを見てて。 人狼やった人狼私もなんかよくわかんないやカフェ屋でくまさんありがとう1回目だったらそうだね全部のグループ私たちはでも揃えるところに特化してるのでなんか技術面はなんだろうそのダンス得意って感じの子がいないから合わせることにめちゃめちゃこう 頑張ってるんで他のグループよりもっともっと合わせていこうかなって思いますねしかも私的アンコールめっちゃ好きなんでザ・アイドルって感じで元気でって感じなのがやっぱ7期生もいるっていうか私が7期生なんですけど <laughs> フレッシュな感じでいきたいなと思います <laughs> 頑張ります そうサンクル目まではまだ時間あるし何と言っても千秋楽なんでこれで最後にならないようにあの3回で終わらないようにね表情いいってありがとう <laughs> なんかコジリンさんがそう表情いいって言ってくれたらしくていてくださったらしくてめっちゃ嬉しかった <laughs> 騎士なら守りますって 私は守れなかったわありがとうラブレターやそんな5枚ももらっちゃった明日の見どころんか私が前回出た時にちょっと、ね、ミスして終わっちゃってたからちょっとそれを挽回する気持ちも込めてあと何バトルでつけたこの。 何ですかパワーみたいなのをますまあみんなね昨日、ってか一昨日エルレビーアイドル公演11日の公演の時に結構久しぶりでいろいろちょっとミスってた部分とかもあったんですけどそれをね私は見てたので自分は頑張りたいと思います。 やっぱ見てたらなんか注意することもできるし超本ほんとにニキビの女、ない下の2票なくしてえーそうなの ?SIM カード やっぱ恋なんかが位置が違うのでなんかあのジオンのポジションも覚えててジオンのポジションをフロンティアコインでやってるんですけどもう混ざっちゃって今日3人で練習したんですけどもうその時もやばかったんですけどちょっとね本番は失敗しないように今日もたくさん練習したんで。 頑張りますいやーそれとね私は17歳を間違いないようにしないともうずっと16歳って言いそうになっちゃうあゆうとんぼありがとうクッキーパクパクそうだねなんかもう位置覚えてるメンバーすごいなと思って1曲だけでも結構きつかったしその11日10日の練習の時とかもみんなすごい。 あのあやばいやばい間違えた間違えたってなってたからその練習でリハとかでそうだから結構ね難しいそ恋なんかとかももう振りが違ったりするから場所によってコンプリートできそう,そうジオンとね さっきミュウが途中で来たんだけど配信ちょっとだけしてたあのお昼かなミュウが40分遅刻してきたキャンマチうみんなキャンマチとかキャンマチってどうなんですかね入れるんですかねぜひ入ってほしいです この人に負けてないパフォーマンスええー、嬉しいありがとうカッパとしては一切多 <laughs> <お>い <laughs> また消しの段階ですねユートンぼラブレッターありがとう29通だって <laughs> あー39通になった壁ありがとう 出たさあ当た当なかったそうなんだでも結構外れちゃったっていう方がモマメとか見てたらいたのでそっかーってなってるんですけどどうなんですかね <laughs> 私のファンの方たくさん来てくれるかな今日自由で服買いました見てくださいちびまる子ちゃんの黒バージョン買いました見てこれは あのジオンと迷っててこれ美味しいなって言っててでしたらお姉ちゃんがジオンの分買ってましたあーちょっとめっちゃラベルターくるとありがとう入れるけえどうなんだろういっちゃんクッキーありがとうえ当たったっておう嬉しい キャンマチ結構いるんだねすごいけんンんンありがとうラブレター40番ぐらい40番キャン40番えー、どうだろう結構でもキャンマチでも入れたっていう方がよくねいるのでまだ捨てきれませんねまあでも DMM でもね 一番近くただ見えるので <laughs> カフェオレンありがとうラブレターそうだね緊急ひえっ非常事態宣言あそっかそうだよね地方の方とかを公園入るありがとう <laughs> 倍率高かったあそうなんだ どけたなフけど <laughs> まあねちょっと、ね、私はちょっと紹介したいものがあって皆さん知ってますかねこちら「グミッツェルだよ」って書いてあるグミッツェルって知ってますかえー、公園入るって嬉しい。 え、めっちゃ公園来るじゃんえ嬉しいんだけどえすごいキャンマチ78ですごいね食べたことあるってほら知ってるこのあオッケーありがとううちはそうこれはこんにちは <laughs> マジででたたたくくさんん入入っっってたんですよいくつ入ったっけ12個入ってたんですけど昨日買ってあ持ってきてもらったんです東京で姉ちゃんが買って持ってきてくれたんですけどもう3個しかないです <laughs> 全部食べちゃいましたこれグミッツェルっつってグミなんですよ外側がパリッパリで音が最強なんですよちょっと。 本当においしいのそうもう一個あってあこれも買ったんですよ一個100何十円か慌てちゃった値段 <laughs> 値段しか言ってないもうダメだめっちゃ高いんですよとりあえずちっちゃいバージョンもあります <laughs> そう高いんですけど 狙いた方がでもわかりやすいよねなんていうんですかこの感じちょっと見てくださいチラッ荒れちょっと音聞いてくださいこんな感じ音するんですよあ、すごい汚くなっちゃった の形だろうわかんないんですけどそういい音すんのあ原子パイ確かに硬、うん、くないよえ本当にこれ美味しい美味しいしこれサイダー私の一番のおすすめちょっと今食べちゃったんだけどリンゴ味みたいなのめっちゃ美味しくて グレープフルーツなんだけどちょっとだけ苦いんだけど美味しいよああカフェオレありがとうラブレターうんほっちゃんありがとうタワー東京タワー <laughs> 公園で東京タワーの真似したのずっと言われるんだけど私ありがとう いやでもこれそソシャこも好きじゃない方もいるかもしれないのでちょっとだけね <laughs> っていうね音がするんですよ。ASMR そう。ASMR は私大好きなんだけどそう好きじゃないって方もいると思うので。 あスカイツリーか東京タワーじゃないか確かにスカイツリーだ何味なんかリンゴみたいな味があってん書いてないんだけどうんグレープも美味しいん明日探す <laughs> ありがとう どこで売ってるのなんか大阪にも売ってるらしいんですよちょっと待ってね大阪だとあっ東京だとあの新宿と東京駅に売ってるんですよそとか東京行った際にね買ってきてほしいなって大阪だとどこだっけな大阪 えっえ、本当におすすめ私 ACMR 大好きでジュンジュンありがとうラブた <laughs> そうえキャンディション北区梅田梅田梅田にあるって梅田にあるってルクは大阪って場所にあるってそう 梅田にあるそうですなんか空港あ空港にあるそう確かに送料かかっちゃおうかな通販だと。 だろう、れた、お疲れ様、アマゾンで売ってた。アマゾンでも送料かかるよね。帰りに寄ってか、ええー、いいじゃん、美味しいよ、じゃあ。大阪駅のビル。うん。他もあるかも、グミッチェル売ってる場所。 なんかパリパリしてるんだけどこのこういう感じ中がこれグミになってるの食べたら止まんないから本当にもうね一日起きたらグミッツルのことしか考えられない <laughs> グミッツルのためになんか「お、まあ、はよう」ってなってる本当に。 本当に美味しい中は普通にグミでもこの食感がやばい1個770円確かにクッキーありがとね味いや青くないですただ単にあれはソーダです味がいろいろあるんですけどあとなんだっけラ・フランスも美味しかったそうグミ好きは絶対食べた方がいいよ そう本当にお姉ちゃんがねじっちゃんに買ってきてたもん買ってきてましたこれがこっちのちっちゃい方がちょっと味が違くてグミッツェルですグラフランスって日本えそうなの知らなかったこれが 焼き芋についちゃった <laughs> こっちが <laughs> こっちが青りんごとオレンジなんですけどもうオレンジがめっちゃ美味しいとかもう本当に全部美味しいペコちゃんありがとうラブレターいやお菓子大好きよ本当になんか普通のグミっていうよりかは 味は普通のグミって感じだけどそう本当においしいのグレープフルーツほんとにちょっと苦かったの私 <laughs> ちょっと高いんですよねお高い食べ物です <laughs> お姉ちゃんが自腹でくれましたこんな感じこっちはこの。 ここが今空いてる空洞の部分が空洞じゃなくなってるんです食感パリパリもちもちお腹がめっちゃ鳴っててさ静かにしたらお腹が鳴っちゃう。 なんて言うんてううだろうここ見てほらこっちがグミになってるのチュルチュルしたグミうんグミっちょっ外側パリパリのガードみたいな感じ <laughs> 三千分ぐらい買ってきたらしいです。でも私はそれを二日でほとんど食べきる勢いなんですよ。外はカリカリ、中はもちもち、たこ焼き。<laughs> 確かにちょっとわかるわ。でもいい音するのはこっち。 ワン。青りんごかな。ちょっともったいないので、取っておきます。飲むたの、ラブレッーありがとう。でも最近ちょっと。ちょっとね。<laughs> <laughs> ちょっと何バトルがあって。ちょっとね。 ダイエットしようかなと思って水生活始めてますあブルーベリー味あるよすごい切り替えの速さほらこれ急にどうしたんてそれな <laughs> ご飯食べるよタピオカ飲んでたよタピオカはタピオカと、えっと、カフェラテは許してるタピオカも飲まなきゃいけないものだし <laughs> カフェラテはあのあのね眠気だましとかねあるけど基本は水飲んでますでも本当に。 基本本は水です本当にタピオカっつっても最近はそのなんだっけお茶みたいなやつにしてます。ベ,リベリ味美味しいよ <laughs> 許してないものだから例えばオレンジジュースとか普通のジュースはなしにしてます好きな炭酸もなしだし <laughs> 炭酸もなしだしみたいな。

<笑><笑>え十19時45分からコナさん配信するんだってちょっと待って待って待って,待ってやばいやばいやばいえっええ？え,え,えやばいちょっと待って10分で始めたっけ10分だよねスタートえ何分に始めた私終わった瞬間すぐ行くわちょっともう駆けつけるしかないよねそれは。 えやばそんなん聞いてないんだけども10分だよねオッケーここらさんの配信に行かないとそれはもうえー、でも結構遅れちゃうねそしたら5015202030分ぐらい遅れちゃううん いいよ今終わってもって <laughs> いやでもね私も配信したいので <laughs> こっちのスマホで見ますねそしたらアボカドのアレンジなんかブログとかでコメントしてくれてなんかアボマヨみたいなやつでじゃがいもとかあって美味しそうと思って。 そう。コナさんの配信見るの初めてです。ジゃンジゃンだるま、ありがとう。今フロンティアじゃないのに、なんかめっちゃ。あ、コナさんっていうのは、ちょっとかもよくないのかなと思うんですけど。こじこじ。 くなさん一時間やるかなこっちのアカンと私のじゃないからさそうできないね <laughs> よしお手紙ありがとう今日は一日練習してうんちょっと買い物して 帰ってきたかなご飯食べて現在114通キャッジュンジュンラブレターありがとうみんな数えてくれてんの嬉しいはんぺんとアボカドを前とめんつうかけて <laughs> 待ってショールームの通知来てる始まった始まった なここさーんちょっと待っ,て待っ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 てやばい音流れたらどうしよう、はあかわいい <laughs> チラチラ見てる サイトに数が載ってる。え？え？そうなの？え？サイトに数載ってるの？ラブレターありがとうのむたろ。ちょっともう本当に私がちゃんとやってるときに、うーん。え、どんくらいで終わるんだろう？ どううしよう終わっちゃったら私が行った時ケンケンクッキーありがとうえ待って終わったんだけどえ <laughs> え <laughs> 限定のほうにあそうなんだ待って あれとか言ってバインタルラプレンキャンペーンフェーズに行くとリンクが貼ってあるあそうなの今136通ええー、え、本当にちょっと待って待って待ってまた始まったら言ってねそう投票決議 <laughs> 終わったんですよ これで配信終わりとかやばいでしょちょっと許せない、うん、バタヤンチョコありがとうコメントが見れないあーよくあるよくあるあんにょんフロンティアンと言わせてありがとう ね、生誕祭楽しみ初めてだからほ,ほとんど何も聞いてないので始まったちょっ,と待って待ったみんな早いな言うのじ始まったを準備したいっしょ絶対 <laughs> <laughs> 本当だ本当だ携帯の入力は日本語入力ではないですでも。 いや、めちゃめちゃ可愛いおけケンケンクッキーありがとうすっごい顔面の天才とか書いてあるほんとにおかえり <laughs> コメントはもし後で入ってやってたらします スピーチ <laughs> ちょっとまだ考え中です <laughs> でもその時に言いたいこと言おうかなと思ってそう,そう誕生日お祝いしてもらったんでエイジあクッキーありがとうピース 音が何も聞こえない。あ,あ、可愛い,いわ。可 <laughs> 愛い,いわ。楽しみだね。家で泣いてる。なんで。どうしたの。明日の声がめっちゃ。ね、本当に楽しみ。いっちゃん、バラありがとう。 セクシーどういうこと <laughs> いつもと一緒よ最善ってすごいねコナさと同い年です雰囲気雰囲気だけで読み取ってます私はあお手紙が泣けるってことあそういうこと ラブレターありがとうあこラブレターありがとうえええ言ってるちょっと待って電話してるみたいになってる <laughs> かわいいかわいい <laughs> うんうんうん、うん、<laughs> え、ちょっと待ってジオンちゃんムルとか言ってるちょっと待ってなんだと ちょっと待って <laughs> ジオンちょっと何してんのもうちょっとあーヤンさん推しとか言ってたのにもう後でちょっと私も行きますね元気です <laughs> あき君ラブレッドありがとうちょっともう 後でいきますね私もペコちゃんクッキーありがとうし変はしてないと思うんですけどリュウジバラありがとうガフェオレラブレットありがとう <laughs> アキくんバラありがとうあとでいきますねコーニーメンバー嬉しいってありがとう ございます。エイジクッキーありがとう。敵視してます。もうしかぶり。関東地方地震きた、え、マジで。気をつけて。二十日のフランティア。えー、頑張って。この間来たから。 <laughs> 俺も終わったらココナーさんに行こうってえっ入れてないよ私も入れてないよここだと大阪だもんね私のお姉ちゃんなんかココナーさんの配信見てるやばっプッ <laughs> ディオンのことめっちゃ褒めてるだってえもううん ね、今日めっちゃ暖かかったやばかったなんかもうポカポカしてたもっちゃんファン大移動私のこと探しに行ったのかしら待ってみずやんが下の公園5番5番ってどこやろ見つけるよ ありがとうねめっちゃあったかかったでも結局家帰ったら寒いなっつってエアコンつけたくなったけど今つけてない乾燥がするから寒太郎はたありがとう最近マジで乾燥気になるんだよね竜二うまありがとう5番は最善最善かめっちゃでもマジで視線感じるあっ5番は私のところえ めっちゃ近いいね上手が私の私があれだよねめっちゃ見える席近いと思うねだってちょっと多分あとでココナさんとか言けど壇上絶対無理だと思う課金はしないので。 今でも最善って言ってもさあれじゃん2席 2, 2列分は空いてるからさもっちゃの壇上にジオン着てないので裏切られました <laughs> いないよねだってちょっと待ってね。 いな,いないないないいいやーもうひどいわねぺこちゃんお手紙ありがとう二人悪いことなんて 髪手がれ方です。私カタルシスなんだよ。そうもうカタルシスドキドキよ私もうこんなさんとかタワーの,のやつもいやええー、そうジオンのとこにいました。ちっちゃんファンばっかりだったので。 あれだったんですけど生誕さん入る嬉しい待ってますいやほんとよカトルシスの底だけでいいから定点で見よう <laughs> 他はちょっともう大丈夫なんで <laughs> あこちゃんシマットにお手紙ありがとう山梨かそうなんだケンケンクッキーありがとう 山梨行ったことあるよブドウ狩りとかでえじゃあ本当にそんなことやたら私カタルシスのターンばっか練習するからねでも最近もなんかリハもなんか楽しくなってきたカタルシス不足だってどういうこと何へぃぺこちゃんカフェオレクッキーありがとう龍二いっちゃん ありがとう、バラねえお手紙送りたいよね私も見たいもんまだファンの方からお手紙もらったことないんですよ先輩の誕生日のメンバーめっちゃ写してくれてる間違えてるところのらどうしようもうその笑い方なんだえ変な笑い方したっけ キキククククククシマットにクッキーありがとう真似していいアバターの <laughs> 絶対違うんだけどちょっとまジ顔顔頑張ろう顔ちょっと頑張ろう 世の中のすべてのミ <laughs> ックスジュースに何言ってるのもうんねえセタンサータ嬉しいあき君んいちごありがとうバタヤンクッキーありがとうねえ表情褒めてもらうこと多かった このじコジコジ <laughs> こじこじコジコジパワーで頑張りますそうだよ公園の声は2トーン高いんですよとにかく可愛くえー、いつも可愛くしてるじゃん <laughs> マスターバレンタインそうだね そうなんですよ、ね、バレンタインいろんなチョコ買ったんですけど830枚あっよっしゃ8時半までよっしゃあ女困めてきた私も今 <laughs> しんちゃんが言ってくれたそうよっしゃ8時半までねよっしゃ行くわ 絶対言ってやろうとちょこちょこっとえ <laughs> バタヤンバタありがとうアゴちゃんクッキーありがとうジュンジュンクッキーありがとう明日ドレッサワンちゃんえー、どうだろううんどうだろうでも私だけだよねしてないの今 時「バラありがとうカフェアでハートありがとう」「ジュンジュクッキーありがとう」「隠れて父チチ」「ューハートはなめくち」最後の3チチ「チュルチュルあっュルるュルじゃん。ー っって言って言さこの間にくる目ねめっちゃ目合ったのファンの方と。ってやってたのにめっちゃ真顔だったのもうびっくりした私えー、っと思って <laughs> こんな顔になってた最後の本「村っハはトありがとう」「ケンケンはトありがとう」いや私下手なのこれ。 こもっちゃんが「ウィルビンアイドル公園立つ日を本当え待って立ったことあるよちょっと待って待って待ってさきかコハタンと勘違いしてるかなもう2回ぐらい立ってるかもあ三3回ぐらい立ってるかも目が合うってきますえなんで <laughs> なんでそらされたら悲しいよバタヤンケンケンハタありがとう。 みずやんチョコありがとうえそうみんなでも結構目合わせてくれるのよでもみんな目合わせてくれるけどなんかはい見てたらこうみたいな <laughs> でもやっぱマスクしてたも笑ってるなってわかるよねあー今年の話あよかった勘違いしてるのかと思った ありがとうぜひ見てください目が合うと恥ずかしくてし目線そらす人ですあのわかるかもしんないなチアンとしか目はったけを動かないえあったよ絶対でも私自分のファンの方めちゃめちゃ見ます自分のファンじゃない方も結構見ちゃうんですけど結構見ますね目合います 目っっったらあったらねってやるの <laughs> いやでも私のカタルシスの時にファンの方がみんなして私のところを見るのはめっちゃ恥ずかしいですね。あややばいやばいいいって思いますにらむかもってやばいでしょ。 取り上げるジョン <laughs> ゲットだぜペンライトと内側で見つけるそうかな、うん、あとはお話し会に来てくれた方とかだと顔を覚えてたりするからあー久しぶりーってなるそうだからあのなんだっけお見送り会の時に「ああ」ってやってるいつも 5分なったら読むね待ってねジュンジュン誰もありがとうあらみんな私しか見てないと嬉しいなああのもう目合ってるか分かんないでもお見送り会の時とか絶対会うじゃんお見送り会の時さこっちの私大体一番こっちになること多くて一番こっちか中間ぐらいになること多いんだけどこ隣の子 ずっ,ずっと見てんのよどうしようと思って私ずっと手振ってんのに一回も見られなかったこととかってへん、えー、と思って <laughs> 10分ままでしますじゃあランキング読んでいきますちょっと待ってくださーい13位気象予報士バタヤンあっ 公園来てくれたよね洋服着てたの見ましたありがとう12位ジュンジュンありがとうもマめ見たよでもねちょっとよくわかんなかった <laughs> 正直な感想 <laughs> ちょ私もねちょっとねあれ間違えたかなと思ってお返したんだけど多分合ってると思う間違ったあ私が間違えたと思う <laughs> ありがとう11位あきくんあきくんありがとう 生誕祭外れちゃったんかぜひフロンティア公園ああ来てください <laughs> また倒すとこだった <laughs> 10位シンゴりんごちゃんだありがとうね最初の方ずっと公園来てたのにまたなくなっちゃったのかなまた来てねありがとう9位壁あえなんかまるちゃんになってんだけどかわいいありがとう じゃあ一緒のスマホケースにしようね。<laughs> 8位、ヨッシー。ヨッシー、ありがとう。ヨッシーはお話から来てくれたかな確か。ありがとう <coughs>。7位、ケンケン。ケンケン、ありがとう。ケンケンは、あれえっとね、ジオの方かなショール,ルームで来てくれたか。ありがとう。6位、ペコちゃん。 ピコちゃんありがとうこのアバターのあれな何な,なんだろうめっちゃいるよねえっとパンダの可愛い,いありがとう5位リュウジえっちょっと待ってなんかちむまる子ちゃん流行ってるもしかして流行ってるかな流行らせた私が <laughs> ありがとうこちょっち怒ってる感じが可愛いな 4位いっちゃんあ一般的なあそうなんだいっちゃん明日の公演来るんだっけめっちゃ楽しみにしてるね <laughs> どっちがって感じかもしれん <laughs> ありがとう3位みぞやんどんぶらこありがとう溝やんも明日来るんだっけ違ったらごめん <laughs> ありがとう2位カフェオレカフェオレ当選おめでとう 楽しみにしてますもばめ見たよみんなもばめの教えてくれてるからさわかるんだよねほっちゃん1位だおめでとうタワーもありがとう黄色の服覚えとくありがとうまるちゃんもっちゃんってるってあ本当にあれ <laughs> 嬉しいな「<laughs> 買います」とか言って <laughs>。 の届いてるよそもまだね何年も当たってないって方もいるのでねあ現在231通だってラブレーターラブレターが2000になると私のあれになるのアバターができるのどういうことキャンペーンは理解してないんですけどうんありがとう来てくれて。 そうセータンティーそこからはこコなさんの配信を見に行こうかなと思ってます桜ユッゆっぱああありがとう初見さんラブレッターくれてありがとうよしやはてありがとうそう私も楽しみにしてます明日のセいタン祭そう ね、来てくれる方が私の班の方が多いので幕を開いたら私のペンライトがいっぱいあることを予想していますちょっと待ってね止まっちゃったら最近めちゃくちゃ気になるメンバーえ私ですかありがとう <laughs> これで違,違うとかはないでよ皆さんここのスタルームで待ち合わせってめちゃめちゃ 勧誘してるやん私が <laughs> それではね今からココナさんのルームに移動しますバイバーイ <laughs> ありがとうバイバイ